まあ、シティライトスタジアム、このシースタ入学式ということで、新1年生がランドセルを背負いながら、こちらがエスコートキッズとして、今入場をしています。まあ、いわきは対戦相手が3バックだったのが藤枝と仙台の2チーム、そういった意味でどう戦っていくか注目です。最後尾の柳からいきなり前線へのロングボール、読んでいました柳。しかしながら有田から谷村、中には有田もいる。ここで仕掛けていった永井颯太、永井颯太のパス、さあ奥前にシュート、先制はいわき、カウンターから最後は宮本です。流れるようなパスワーク、先制いわき。まずここで2対1なんですけれども、よく永井が中央に突破しましたし、はい、ここの少し相手のゴールに近いところに行ったんですけれども、よくターゲットとしてワンタッチで落としました、はい、そしてボールを追い越していったところを冷静に決めたというところで、宮本本当に長い距離を走っての素晴らしいゴールだったと思いますね。国士舘大学から加入3年目の範囲後は一度中に入ってきました。少しボールを落ち着かせてから一気に裏、桜川ソロモン収める、桜川ソロモン、桜川ソロモンポストですよね、先ほどのシーンです。この入れ替わり良かったですよね。宮本もうまくコントロール、さあ佐野がいった、ノーファールだ。桜川ソロモンを狙う、ナイスキーパー高木は3人に囲まれながら最後はシュートまで行きました。佐賀がこの中央まで来てプレーをします。佐野光大、木村隆也、まだ行きます、木村、あーちょっと倒れて、あーここはホイッスルがあって PK、 そんなアピールもしてますが、ここで上げると見せたところに中に入っていきましたからね、はい、このほどラインギリギリのところですけれども、はい、レフェリーの印象としてボックス内でのファールというところでしたね、はい、90分プラス3、そしてタイミングを見てからのシュート、同点に追いつきました。岡山、桜川ソロモン今シーズン3ゴール目、冷静に逆をつきました。この土壇場この状況ですごいメンタルです。キーパーを見て、はい、逆をきっちりつきましたね。いやこれ難しいですよね。折り返せず早見、ここで試合終了。お互い90分間死力を尽くしました。